お疲れちゃんですら。とですね、今日はですね、こちら、ラバークロじゃねえわ。今日すげークローンですね。を使って、まあ、やっていきたいと思います。で、まあ、今、グラチャレが9種いっぱいなんで、まあ、これをやろうと思うんですけど、まあ、新環境になって2日ぐらい経つかな。はい。なんですけど、まあ、新環境やった感じ、五分小屋がすごい多いなと思います。五分小屋が多くて、またその五分小屋に対してやっぱポイズンが強いので、まあ普通にディガっぽいですね。あとネクロとかも流行ってるんで。はい、なんで高回転のディガっぽいとか、まあペックディガっぽいとか、なんかとりあえずポイズンだなっていうのはすごい、まあやってみて思いました。なんですけど、そのポイズンが流行ってる環境なんですけど、このクローンデッキがすごい大暴れしてるっていうので、まあ今日はね、こちらを紹介していく感じなんですけど、なんだろうな、普通にさっきやっててそのポイズンとかファルチとかクロスとかにも余裕で結構余裕で、まあ、勝てちゃってるんで、なんだろうな、まあやっぱ普通にトルネープラスのポイズン系はちょっときついかもしれないですけど、そのこのクローンデッキのまあいいところとしてトルネードが入ってるんですよね。なんでその、まあ、相手がファルチとかあってもそのトルネでね、相手のファルチを引きつけて処理して持っていくとかっていうことがまあ可能になってるんで、あとゴレリとかに対してもそのまあ防衛ランバーとかネクロで防衛しつつ、そのまあ巨スケも防衛でね使って、巨スケが破裂したところをトルネでまとめて爆破で相手の攻撃も全部処理するっていうこともすごい可能なので、まあそこがすごい強いかなと思いますね。トルネとあとクローンっていうまあ2スペですね。はい、トルネとクローン、はい。でじゃあそのザップとか雪玉とかないんで、インダラとかインフィがリセットできないじゃんってなるんですけど、この、キョスケクローンはスケバレーがあるんで、そう、正直スケバレーランバーコウモリみたいな、高回転でラバクロで攻め、ラバクロじゃないわ。なんでラバクロっていうんだろう、その高回転で、そのキョスケ出さずにも回せるんで、そしたら相手のインフィとかも腐るんでね、逆にまたケツからキョスケ組んで真ん中スケバレークローンとかして、相手のインフィのターゲット無限に取ることもできるんで、まあ、そういうので、なんだろうな、結構、すごいいい万能のデッキかなと思います。はい。というわけで、マッチングが、長い。来た。いや、マジで、マッチング長い。あ、モンキーディルフィな、これな。なんか誰かがグラチャルで当たってたんですよね。デッキ忘れたな。よろしく。で、まあ、基本的には、まあ、キョスキャンも下げたくないんですけど、しょっぱな、なんか相手が、なんだろう、ベビドラぐらいか出してきたら合わせていいかな。インドラでしたね。でこれは自陣で多分インドラ処理できるんで、インドラ処理からのカウンターというか一気持っていきたいですね。いや入ってくれないか、これ。うわー、これはマジでやったわ。いやこれねマジでやってるんですよ。これはやってる。いやこれはマジでシャーなし感があるんですけど、よいしょ。こういうおしゃんなこともしていきますね。意外となんかこういうのがすごい入ったりするんですよね。よいしょ。まあ、相手のまだカードわかんないんで、雪玉。いや、これ無視だな。これ無視して、雪玉、吹き矢、インドラ、ディガ。なんだろう、わかんない。まだ全然わかんない。あー、なるほど。これでも、ネクロが、スケが、オッケー。で、これターゲット取って、オッケー。で、このままカウンターですね。で、インドラが絶対来るんで、ちゃちゃっとコウモリ出して、端のとこで。ほら、危ねえ。よしよしよし、これで、もう逆にクローンしてしまいたいみたいなのがあるんですけど、ここはスケバレで、吹き矢出たらトルネード吸います。で、出てこなかったら、これクローンしたいんですよね。あー、これは吸って、このスケバレのバッカープラスネクロとかで処理できる。OK。で、ここでネクロが暴走しますね。ここでネクロ処理されたときに、鬼ダメージ入るんですよね。オッケー。まあ、これはコウモリいたんでそんなにしたけど。オッケー、オッケー。相手が吹き矢インドですけど、まあ突破的にはこんな感じですかね。まあ適当というか、普通にスケバレで高回転で回しとけば、相手のインドラもそこまで怖くないんでね。で、メガナイトはしっかり、キョスケで受けてあげれば。これ、ケツメガナイトだと思うんですけどね。来ないですね。よいしょ。これはもう形作って、多分相手あれがないんですよ。気持ちなかったから、あるんかいっていう、マジで。あるんかいだ。でもこれ爆破で、インドラ飛べ。オッケー。いや、これがやばいんですよね、マジで。
これだってそんな怖くないですもんね。この攻撃もまあ別にベビドラでもよかったんですけど、ちょい楽したかった。OK。で、あと400なんで、400を頑張って削りたいと思います。まあ、スケバレの落下ダメを通していく感じですかね。気持ち。よいしょ。OK、スケバレが、これ落下ダメで100入るんで、OK、OK。いや、OK、OK。しかもなんか勝手に入ってますね。ポイズンボールされたけど。OK、なんでこれもう一回メガナイトじゃねえわ。キョスケプラスのスケバレしとけば、勝手に相手のタワーに刺さってくれるはずです。はずです。なんで、ここでスケバレ飛ばして、これ相手がまず何使っても処理できないんで、よいしょ。これで、このキョスケの爆破で全部持っていきます。よいしょ。相手は防衛で必死ですね、もう。もう必死。で、よいしょー、もう回して、意外とこれで落ちたりしますね。さっきポイズン使ってるんで、ここでは逆にポイズン打ってないみたいなとこありますね。よいしょ。綺麗ですね基本的にやっぱ形作るとやっぱスケバレとかネクロとかあるんで、こっちがクローンしなくてもその相手がやっぱポイズン防衛をしないといけない状況になっちゃうんですよね。やっぱりその形を作られたらね。なんでそしたらその後のこの今みたいなビビドラランバーとかのその微妙な微妙って言ったらあれだけど、なんか軽い攻めですね。スケバレ付け足したりとかした軽い攻めのところでクローンすると、相手は先ほどしっかり後ろから形作ったものに対して絶対ポイズン使ってるんで、とかまあ使うはずなんで、まあああいうところで刺さったりしますね。なんか微妙なところですけど、だからああいうちょっとした軍っていうか、ちょっとしたなんかビビドラランバーとかだけでもそのクローンしてあげるとすごい刺さりますね。来たー、いやーマジでやってきた。よし、というわけで次ですね。なんでまあこの手札だったらどうだろうな。基本的にスケバレとかだと、まあ、自分から動いていいと思います。スケバレコウモリぐらいかな。あとは基本的に待って受けから行きたいですけど、まあキョスケとかならいいのかな。キツからあんま出さないですけど、自分だったら普通にまあスケバレっぽいとこを飛ばすですねポイント飛ばしてなんかまあ防衛してくるんで、それをしっかり後ろから受けていく感じかな。これがシンプルだと思います。これだけでダメージ入るっすからね。あれはジャイですね。まあこのメガゴ処理でネクロが止まってくれるんで、まあ流行りのジャイネクロかな。普通に考えたら流行りのジャイネクロっぽいですけど、これで前で気をつけ合わせます。相手もネクロかな。お、ジャイプリだ。あー、それはまあまあ、それはまあまあ、ランバーがいて、いや、ランバーとかされるの痛いな、けど、OK、OK。これ今、しかもポイズン使った、相手今ポイズン使ったんですよ。覚えてます皆さん、これ。よいしょ。これでも、はい、お疲れ。ザップ打った取ってでしょ、これ。エレキ出した取って、防衛できません。お疲れ様ですやばいな、これ、やば。鬼気持ちいいんですけど。これで1個折れたっすよ。いやー、しかもネクロがなんか残ってるんですよね。よし。なんか勝手にやっぱ、普通にネクロとかにポイズン打ちたいですからね。ケツからネクロ出たら、することなかったら、じゃあポイズンでも打っとくかってなっちゃうですから。まあ、そしたらもう相手終わりって感じですね。はい。なんでここは、もしケツネクロ裂いちゃったら、今のは逆にワンチャン逆裂ジャイプリとか来て持ってかれるんで、今のはまあ出さずにですかね。よいしょ。まあ、ここも勝負一緒なんですけどね。この瞬間に逆サイジャイプできたら上手い人だとしてくるんですけど。あ、してきましたね。いや、これはな、これ捨てるのはもったいないんで、キョスケで受けて、プリンスから処理して、OK。で、このネクロはまあ許容ってやつですね。で、ディガーはキング軌道に持っていって、OK。さすがに捨てて、左側ゴリゴリで折ってもよかったんですけど、なんか、めっちゃ残ってたんで、もったいないなって思いましたね。よいしょ。で、まあ、こういうところで、地味に攻めてあげます。 OK、 相手ポイズン使った。大体もうこの900絶対削りたいマンだから、ユニット出して守ります。で、ディガーは正直怖くないですね。キング起動してて、今ザップも裂いたんで、ここはコウモリ出して OK。 でも自然とカウンターの流れなんで、まあ、丁寧にこう守ってあげれば、まあ、自分にチャンスも来てすごいいい感じになるかなと思います。これあれしたいんですよね。よいしょ。本当はランバーとかも欲しいんですけど、まあ、しょうがないですね。よいしょ。で、これスケバレ入る。あー、グッドゲームいや、これやばいんですよ。今のこの環境で、
えぐいぐらい強いと思うんですよね。全然流行ってないけど、もっともっと流行っていい。ポイズンにも余裕で勝てるんですよね、これで。よいしょ。というわけで、ラスティング。来た！いやー！全然気づかなかった、マッチングしたことに。よし、というわけで、ラストですね。これが多分12勝。ふーし。とりあえず、いや、このサイクルは待ちたいですね。初手ホグとか飛ばしてきてくれたらトレネで金起動もできて美味しいんですけど、まあまあまあ。このネクロに対してはじゃなくて、ユーノに対しては、まあネクロですね。あはー、来た。はい、勝ち確です。お疲れ様でした。グッドゲーム。いや、こういうことですよ。だって、ガチで言ったら、本当に。相手も、相手、お前まさか、あのラバクロかっていう構え。はい。というわけで、ワンチャンエレキとかペッカー来ますけど、おほー。いや、待って、俺のネクロ耐える。うわ、惜しい。てか、気をつけ。入る。歩け。しっかり歩け。え、いや、防衛うまいな。いや、これは、相手の防衛が、まあまあ、でも、まあまあですね。うわ、いや、でもこれは、OK。ホバリングが先に来てくれてたんで、美味しいですね。で、しかも1体しかロイフグがタワー殴ってないんで、ダメージも結構抑えれる。OK。相手は、ホバリング雪玉。あー、あれっすね。マスケババのバーバリアンもあった。それ前の環境から生きてるマスケホバリングのロイホグデッキだなと思います。なんで意外とあの、マスケホバの雪玉、ロリもあるんですけど、こういうところのクローンとかをワンチャン狙って攻めていきたいですね。で、ここの相手は攻めるとしたらロリババで、このマスケ延命かつ、まあロリババかなっていうぐらいですけど、あー、このダメージ痛いんで、スケバレで。で、ここ大体雪玉かロリを裂いてくれればいいんですけどね。うまいと、ポーチか。あ、まあまあ、美味しい。なんで、まあ、ネクロは、ケツネクよりは、キョスケの方がいいのかな。うわ、このタイミングがな、辛いな、マジで。で、これあれですね。今回はこう、ロイホグトルネで防衛してますけど、勝つときは、勝ち行くときは、トルネを取っといて、攻めトルネでマスケとホバリングを全部、あれですね、吸引したいですね。で、ここでワンチャン、この逆サイ、これも相手きついんで、シンプルに。あー、やばい、ネクロがミラーできてない。いや、これはシンプルに下手。あの日、広範囲をできてないですから。あ、てかやばい、クローン、え、待って、キョスケの爆破が。キョスケ、君、働いて、ちゃんと。やばい。キョスケがサボって、しかもホバリング入ってる。うわー、マジかー。いや、これは、ちょっと泣きたい。これ泣きたいまである、マジで。キョスケの爆破がサボってたよね。いや、これはなんかワンチャン相手外すみたいなことないかな。いやー、惜しい。めちゃくちゃ入ってんのに。くそ。いや、くそ。これはちょい、しゃーなしですね。どうしたらよかっただろうな。でもシンプルに、キョスケベビードラネクロのクローンしたところで、ネクロがいたからこそ、あれなんですよね。そのネクロをマスケとかが処理してたんで歩かなかったんですよ。でキョスケの爆破に当たんなかったんで、そうだな、あれがもったいないな。キョスケの爆破で処理できないと逆にピンチになっちゃうんで、またネクロかなんかをミラーできてなかったんですよね。多分ですけど、いや、まあまあラスト一周あるね。来た、やっと来たよ、マジで長かったって、キリスさんかーい、マジで。まさかって、これキリスさんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかバルフリーとか、なんかバルフリーにロケット入れたデッキとか使う、なんかすごい、えぐいデッキを使う人なんですけど、展開いってるんですよね。すごい人。面白い、独特なデッキでしかも上手い人ですね。いやー、怖いな、ねかな。ウィザード好きなんですよ。そう、ウィズマスターって書いてる通り、ウィザード好きなんですよ。だから、これ、ジャイウィザードだった時に、僕は泣きたくなるけど、ネクロかーい、マジで。いろいろなんか複雑だな。これ、ジャイネクロだったら、最近流行りがあるんですよ。ジャイネクロメガゴランバーのテンプレがすごい流行ってるんで、まあ、それかなーっていうのはワンチャンありますね。ジャイネクロ。あー、ぽいっすね。なんか雰囲気っぽい。ジャイネクロ。おほい、エリババかい。え、マジ、なんかすごいんだけど、なんかびっくり、ドッキリされてるみたいな。いや、しかもこれ今相手ジャイもエリババの咲いたんで、これで多分相手もきついっすね。ああ、
なんか申し訳ない。うわ、なるほどね。これはクローンで OK。いや、バーバリアン溶けるんですよ、これ。えぐちじゃないですか。よし。よし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 。いや、ウィザードあるんかい、マジで。そう、この人、ウィザードマスターなんで。でもしかも、これ、魚介入ってるから、落ちるくねっていう。魚介の爆弾で飛んで、しかも、ネクロのスケがターゲット取ってるんで、この影ネクロが、すごい活躍してる。よしよしよし。意外とここで、これ追加して、あ、さては、いや、諦めてはないか。諦めてはないけど、こうスケバレの爆破で、恐ろしいデッキだな、フリーズ。あ、これは、さては、勝ちましたね。いや、これはさすがに勝ちましたね。おー、やばい。えぐいデッキ使ってんな、マジで。これはフリーズ咲いたんで、フリーズワンチャン警戒するっすって、さっきフリーズ咲いたからさすがにもうなくて。でもスケバレの落下でも入れば勝ちなんで、さすがにスケバレの落下を防ぐことはトルネとかないと無理なんで、これでグッドゲームですね。いやー、デッキが OP かつ、まあなんだろう、初見殺しなんで、これは永遠勝たせていただきました。というわけで無事12勝ですね。いや、強いわマジで。これなんか使っててしかも楽しいんですよね僕なんか結構言ってる、いや基本よく言ってますね。これ後で取んないといけないよ。はい、というわけで、まあ、こちら、これ、ロイホグ、ポイズン雪玉に負けちゃったんですけど、まあ、でも、なんだろう、普通にポイズンにも勝てましたし、全然、はい、なんだろう、マジで強えって思ったし、ファルチェとか来たら、基本絶望じゃないですか、その、クローンとか使ってたら、あ、ファルチェ来た、負けだわってなるんですけど、このトレーニングがあるんで、それ諦めないでほしいですね。結構、ファルチェ、ネクロでファルチェ引き出したら、逆サイに、キョスケ・ランバーとか、キョスケ・スケバルのクローンとか、もう全然ありますし、なんか、ファルチ来たからといって諦めるんではなくて、トルネードとか、攻めトルネで、なんか、キョスケランバーで、まあ、後ろからネクロとかで風作って、相手のファルチをトルネードで処理してくろみたいなね。はい、ワンチャンもあると思うんで、ぜひぜひ、こちら、使ってみてください。というわけで、終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。